こんにちは、粟田洋介です。今日は筆の種類と使い方、洗い方についてお話ししたいと思います。 Facebook でコメントをいただいてこの話題を話そうと思ったんですが、私は道具とかテクニックにあんまりこだわりがなくて、めんどくさいことが嫌いなので、テクニックもなるべく簡単でシンプルになるように研究しながらやって、なのでもしかするとこういうテクニックの方が分かりやすいっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、この説明をします。先に筆の種類なんですけど、今私がよく使うのがこういう平べったい筆ですね。大きいの小さいのあるんですけど、毛もいろんな、なんかの動物の毛とかあるみたいなんですけど、私はナイロンの、こういうのナイロンが好きです。ちょっと固めのものが結構好きで、ちょっと節があるやつ、絵の具はあんまり薄めないで塗るので、固めの絵の具を塗るときはある程度筆の方が負けちゃうので硬い筆にしてるんですけど、これは今硬い筆を使っていますが、絵の具をこんな感じでつけて塗っていくんですけど、筆が硬いので絵の具が伸びていきます。柔らかい筆だと絵の具が伸びないで、あの筆の方が負けちゃうんですよね。で、端の方とか、あの綺麗にスーッと引きたいときは筆先でちょっと筆先尖らせて、筆の先の方でスーッとシャープな線というか、あのシャープに塗っていきます。筆の使い方で Facebook でコメントをいただいた方からの質問なんですけど、なんとなく太い平筆を使ってます。平筆ってこういうんですね。どのぐらい太いのか分かんないですけど、単調だから細い筆も使い始めたらブレてまっすぐ描けないっていうことなんですけど、ちょっとやってみましょう。筆の毛先がこういうふうに広がっている感じが分かるでしょうか。このこんな感じですね。絵の具をつけて、この毛先が、パサパサの毛先がこう細くなっているのが分かると思うんですけど、これちょっと 先端でこうやって一回こうちょっとフィッと押してスーッてやると、ここがシャープな線がこう見えると思うんですけど、引くことができます。平べったい筆もそうなんですけど、丸い筆ですね、その毛先がパサパサパサって広がっていると分かると思うんですけど、これも絵の具をつけて先が多少まとまっているのがさっきと大違いですね。隣と比べると先端が尖っているのが分かると思います。私はこうやって回しながらこうやって、で先端でやれば細い線になりますし、力をこうやって加えると太くなります。まあ当たり前といえば当たり前ですけどね、力が加わった方がまっすぐに見えるのかな。スーッていく人はいるんでしょうけど、スーッと細く、さっき毛先で描くときは私の場合はちょっと緩い絵の具で動画スムーズに描くことが、スムーズに描くことができます。絵の具をパレットの上で混ぜるときはパレットナイフで混ぜた方がいいと思います。筆とかでこういうふうに混ぜると筆に絵の具がいっぱいつきすぎてしまうんですよね。で、細い筆で細く描こうと思ったら水をちょっと多めに入れて、で筆の先っぽの方にだけ絵の具をつけて、筆の先の方でスーッと描けると割とまっすぐな線が描けると思います。で、まっすぐな線スーッと、あの一発で綺麗に引けなかったら、あのペト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 、あの何回か鉛筆で描くみたいな感じで、あの何回かに分けて描いてもいいとは思いますけどね。
で大きな平筆なんですけど、大きい筆はやっぱり大きい部分にザーッと塗るときに有効だと思います。当たり前なんですけどね。で小さい部分は細い筆でやった方が早かったりもします。それもまあ当たり前ですけどね。で硬い筆でこういうふうに塗った方が薄く塗れるので絵の具の節約にもなります。バケツで筆をぐちゃぐちゃってやる前にタオルでこうやって絵の具を拭き取ってからゆすいだ方が絵の具が簡単に落ちるし、水の汚れもそれほど軽減できます。で今細かい部分を細い筆で塗ってるんですけど、ちょっとシュッて線を引きたい時はさっきも言ったんですけど、筆先の方を使って塗ると綺麗に塗れると思います。で筆の先っぽなんですが、絵の具をつけた形で、あの筆ってパーって開いてるじゃないですか。それを絵の具で固めるような感じで先を尖らせるって感じですかね。それでスーって引いた方が綺麗に描けます。でこの魚の尻尾みたいな形の筆なんですけど、これの使い方をちょっと検索したんですが、乾く前の絵の具に もう一色足してって色を混ぜるために使うということが書いてありました。で今ちょっとやってるんですけど、まあこんな感じですね。この筆を学校で買ったんですけど、あんまり最初使い方分かんなくて、なんか適当に使ってて、もう今ではもう全然使わなくなったんですけど、まあこうやって使うそうです。でなんか今だんだんなんか適当にやってるんですけど、なんか新たな使い方を試していますが、なんか面白いな、これなんか使い方って決まりきってなくて、なんかいろいろ試してみると面白い発見もこんな感じでできるんじゃないかなと思います。筆はアクリル絵の具を使うときはアクリル絵の具用とか油彩とアクリル絵の具用とかってあるんですけど、画材屋さん行くと油彩絵の具用とか水彩絵の具用とか書いてあるんで、アクリル絵の具の時は水彩絵の具でもいいんじゃないかと思うんですけど、水彩絵の具の筆ってちょっと柔らかいので、こうやって触ってみて、で柔らかい筆も好きな人は好きかもしれないんで、私はいろいろ試してこれ硬いのがいいなって最終的になったんですけど、柔らかい筆と硬い筆、最初に筆を揃えるときは両方試してみた方がいいかもしれないですね。それからパレットなんですけど、何でもいいと思うんですけど、私はガラスのパレットを使っていて、で乾いた後にこうやってスーッと掃除ができるので気に入って使っています。これはホームセンターとかで売ってるペンキを剥がすやつですね。それからこれからグラデーションをつけるんですけど、さっきの魚の尻尾みたいな筆じゃなくてもこんな感じでつけることもできます。軽くこんな感じで濃い絵の具が乾く前に薄い絵の具でのせた色を混ぜていきます。絵の具をちょっと拭き取って筆のついた絵の具の量を調節してちょっと薄めていって、こんな感じでしていって、で隣の方を絵の具をつけて、絵の具がすごい少量なんですね、これついてるので、ちょっと伸ばしてって感じでグラデーションをつけていきます。これから細い線を引いていこうと思うんですが、筆先に絵の具をちょこっとつけて、で筆先は立てた状態 で絵の具をつけた筆先は筆先を尖らせて、それで線を引いていきます。絵の具はちょっと水を多めにして柔らかく水っぽい絵の具を使うと細い線は引きやすいです。でペタペタ塗るときは割と濃いめのを使うんですが、今細い平筆を使ってで割と濃い絵の具をペトペトつけていっています。で私のテクニックは最初にも言ったように、
すごくシンプルで分かりやすいと思うんですけど、でも人によってやりやすいとかやりにくいっていうのは違うので、いろいろ試してみて自分でやりやすいやり方を見つけるのが一番いいと思います。筆は高いのと安いのがあるんですけど、私割と安めのものを買ってて、私はイベントとかで使ってる筆、別々にちょっと持ち運ぶような筆があるんですけど、100均で買った筆でナイロンなんですけど、割と使いやすくて全然困らないですね。すごい細いのと、今日太めのやつが深澤屋さんで買ったんですけど、ちょっと予算に問題があったりしたら100均でとりあえず買って、こういう道具って高いの理由があったりして、安いのと高いの両方使ってみて違いを理解するっていうのもいいかもしれないですね。そろそろ仕上げに入ってきてますが、細い筆を使って先を立てて、柔らかい水で溶いた絵の具でスーッと引いています。最後なんで、もうしっかり濃い色を使ってカチッと決めています。ここに水を入れて洗う時なんですけど、一個だけこの綺麗な水を一つだけ残すようにしています。なぜならこうやって水を飲むので、綺麗な水を一個開けとかないと絵の具の水を飲んじゃうんですよね。この絵自体はまだ終わってないんですけど、この猫はまあこんな感じで完成したんですけど、それぞれの筆の使い方ってあるのかもしれないんですけど、まあいろいろやってみると新しい筆の使い方も発見できて面白いんじゃないかと思います。さて今度は筆を洗っていこうと思います。こういう風にやって、さて水道で洗っていきます。お湯の方がいいですって言ったら、お湯がなかったらしょうがないんですけど、それで石鹸は何でもいいんですけど、こういう風にやって石鹸でこうやって、学校で洗い方を教わったんですけど、教わったそばからどんな風に教わったのか忘れちゃったんですけど、私はこうやって石鹸で手にこうやってやって、で筆だと泡が立つので、この最初から泡のやつじゃなくてもこうやって泡になるので、こうやって軽くで手のひらでこうやってやって、で流します。お湯が出ればその方がいいんですけど、お湯じゃないときは水でしょうがないから洗いますけど、お湯の方がよく落ちます。 Facebook のコメントにあったんですけど、うっかりしてアクリル絵の具が乾いてしまったときの洗い方に困っていますなんですけど、アクリル絵の具は乾かさないようにしてください。使ったらその辺に置かないで必ずやるようにしてください。私もやったことがないわけじゃないんですけど、ちょっとやりたくなかったんですけど、あんまり使ってない筆を1本ちょっとアクリルさっきつけて固めておいたんですけど、こういう風にやってやるとアクリルは爪でやると剥がれていきます。で、大したことなければそれでいいんですけど、取れちゃいました。ほら、あとはなんかこれも検索したんですけど、筆を洗う器があるんですけど、そこに一晩つけといて、サランラップを巻いといて、次の日流して洗うって書いてありました。なんかクリーナーなんですけど、私は油彩絵の具に使った筆をこれで洗ってるんですけど、なんかこれアクリル絵の具とか水彩絵の具も使ってもいいって書いてあるので、この液を染みさせて一晩つけといて、それで次の日こうやって石鹸で洗うと綺麗になるはずです。アクリルとかガチガチになっちゃうと落ちるか分かんないんですけど、なるべく使って絵の具がついた状態で放置しないように、バケツにジョボって入れる習慣をつけた方がいいと思います。
これで洗う場合なんですけど、つけ置きの場合は一晩以上つけないでくださいって書いてありますけど、いろんなのがあると思うんで、例えばこれとかこういうのを使うと筆が綺麗になるんじゃないかなって思います。で、さっき言ったアクリルが乾いちゃった場合なんですけど、アクリルって水に濡らすと途端に剥がれやすくなるので、もう結構落ちましたね、これで。で、流水でもったいないと思ったら、なんか水を、お湯を張って、こうやってお湯の中でこうやってやってもいいかもしれないですね。結構綺麗に、全部落ちました。で、もう一つ、シンクに絵の具の水を流すと、このシンクがすごい汚れるんですけど、流した時点で、スポンジとかで、こうやって、洗っちゃうといいと思います。そうしないと、なかなか落ちないんで、でも結構これ、クレンザーとか、このたわしとかで、ゴシゴシ洗って、ここまで綺麗になったんですね。すごい前まで汚れてたんですよ、これ。というわけで、アカデミックなビデオ2回目なんですけど、テクニックとか道具とか、本当見てて分かったようにあんまりこだわらないんで、本当簡単なことしかできないんですけど、逆に簡単に説明するみたいなのができるので、もしこういうのやってほしいっていうのがあったら、ぜひコメントをいただけるとありがたいです。またこういうビデオを作ってほしいとかあったら、高評価とかをいただけると参考になるので、それもありがたいです。というわけで、今日は最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。さようなら。